澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、理工学部行ってみたいと思います。まず今から扱う長文の全体像ですが、段落4つ、そして設問が15個で、設問形式は内容1問題と下線部説明なんですが、この動画の視聴時間ですね、のことを考えますと、この中から皆さん1つの段落、そして3つの設問を抽出してですね、解法を学んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ皆さん、第一段落でございます。まあ、これぐらいの長さだということを認識していただけるとよろしいかと思います。ここから皆さん拡大していきますからね。さあ皆さん、最初の設問でございます。皆さん、設問の指示と選択肢ご覧になっていただいてですね。で、皆さん、第一段落前半でございますが、これに該当するものがここなんですけども、この前後で解けるかと思いますので、ちょっと皆さん考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、おそらくお気づきになっているかと思いますが、皆さん、この四角括弧で括ったところですね、ちょっと皆さんご覧になっていただきますと、この前半のところが、皆さん、明かりをつけたら、ネズミがアクティブになり、そして、皆さん、暗くしたら下線部16番ということですので、おそらくこの対比関係ですよね。明るくなる状況と、皆さん、暗くする状況ですね。それの対比関係を考えていただきますと、おそらくいけるかと思います。そして皆さん、今の対比の関係を考えるとですね、アクティブと反対ですよね。アクティブじゃないような選択肢が見つかっているかと思います。で、もちろん、このゼイは何を指してますかっていうと、当然手前の主語ですね。このマイスを指しているというふうにも考えることができるかと思います。ですから皆さん、正解は C ということでよろしいかと思います。皆さん、もちろんネズミがアスリープですよね。眠りに落ちているというところでいいかと思いますが、先ほど確認した通り、アクティブじゃなくなるんですよね。活動的ではなくなるのはと言われたら、これで言い換え可能ということでいいかと思います。で、もちろんネズミの話でございますので、こう皆さん、バツにしたところをご覧になっていただけますと、一瞬で分かっていただけるかと思います。で、皆さん、もちろん、根拠としたところはどこですかっていうと、やはり、対比を使いましたが、ここですよね。もちろん、B 動詞の右側というところでもよろしいかと思いますし、もしくは文末ですよね。で、正解となった選択肢も、皆さん、アスリープということでございますので、フェル一般動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。で、皆さん、次の設問に行く前にですね、第一段落中盤から後半にかけてですね、念のため一読をお願いいたします。さあ、続いて問いの17番でございます。設問の指示と選択肢ですね、一応眺めていただいて。で、今、第一段落の中盤でございますが、このあたりで答え出るかと思いますので、検討よろしくお願いいたします。で、皆さん、説明の指示をよくご覧になっていただきますと、ちょっとまあ、点々点つけたんですけども、皆さん、ネズミが眠ることを妨げられるんですよね。それネズミは、なかなか寝れないというお話でございますが、これが皆さん、この点々点のところ、they didn't or perhaps couldn't fall asleep ですね。ここで皆さん、一致、合致するかと思いますので、まあ、文頭からで言うと、このバットのところから皆さん、一読していただきますと、答えが見つかるかと思います。で、皆さん、もう一つのヒントはですね、このディスラプションという表現ですよね。これがヒントになるかと思います。もちろん、中断とか妨害ですよね。ですから、それにつながりそうな選択肢が見つかるかと思います。もう皆さん、わかるかと思いますが、この×したところですね、修正、探し求める、ライトですね。全く関係がないかと思います。
ですから皆さん正解は D ですよね。皆さん disturb という表現ですね。乱されることですね。中断することということでございますので、皆さん disruption と言い換え可能ということでよろしいかと思います。でもちろんヒントにしたのはこれですよね。after という前置詞の右側。ここを根拠に答えにたどり着きましたので、情報構造バッチリです。さあ皆さん最後の問題でございます。皆さんまた設問の指示と選択肢を眺めていただいて考えていただけると嬉しいかと思いますが、皆さん文章はですね、大事ではなく中盤、先ほどと変わってませんからね、ここで考えることができるかと思いますのでよろしくお願いいたします。で皆さんお気づきかと思いますが、選択肢一つを除いてですね書いていないですよね。ですから皆さん一つに絞ることは容易かと思います。で、皆さん、説明の指示をちょっとご覧になっていただきたいんですが、スリーピネスの指標のうちの一つとして、与えられていないものということですね。ですから、スリープとは、まあ、正反対といいますか、起きてしまう話ですね。目が覚める話。これが皆さん、この波線引っ張ったところに書いてありますよね。で、皆さん、選択肢選べるかと思います。皆さん正解 C ですよね。波線振ったところを見ていただけると嬉しいかと思いますが、Increased Brain Activity ということで、脳の活動が増えているんですよね。ですから、脳が動いているわけですから、スリープとは正反対というところでもよろしいかと思います。もちろん、本部に書いてあるといえば書いてありますからね。で、場所はどうですかと言われたら、ショーウィングという一般動詞の右側ですよね。情報構造バッチリです。さあ、理工学部お疲れ様でございました。皆さん、今、理工学部の問題をですね、扱いましたが、この一つ手前に文学部などの問題、そしてさらに一つ手前は法学部などの問題を扱ってきました。で、皆さん気づいてますよね。同じ形式ということでございます。ですから、理工学部を第一志望としている方は、やはり練習としてですね、このあたりの赤本で、練習するのがまあ有効かと思いますし、言い方を変えるとですね、法学部とか文学部などを第一志望としている方も、この理工学部の過去問が練習材料、非常に有効かと思いますので、そのあたりはまあ学部関係なくですね、取り組んでいただけるとよろしいかと思います。で、やり方は皆さん全く同じですからね、もう内容一致問題でございますので、答えの根拠はやはり情報構造を絡んでくれますからね。ですから、あとはもう上司ですから、いつも通り、単語を地道にコツコツ覚えていくという感じで頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。